ジョン・アトキンソングリム賞は、イギリスの画家である。都市の風景や、象徴主義の題材の作品を描いた。ウェスト・ヨークシャーのリーズで生まれた。父親は、警察の役人であった。はじめ鉄道会社で働いたが、独学で絵を学び、25歳になった時家族の反対を押し切り、会社を辞めて画家になった。風景が野生物画が好評で、すぐに画家として、 十分な収入が得られるようになった。はじめリーズの展覧会に出展していたが、1860年代半ばから、ロンドンにも招待を受けるようになり、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会などに出展した。1870年になると、ロンドンを活動場所とし、町や港の風景、夜景を描いて、人気画家になった。肖像画や室内が、古代、ギリシャやローマを題材にした絵が、 ロングフェローやテニスンの文学作品を題材にした作品も描き、当時イギリスで人気のあったラファエル全派の影響の見られる作品を描いた時代もあったが独自のスタイルに戻った。1970年代にリーズに大きな屋敷を買い、ロンドンに別宅を買うほど商業的に成功を収めた。リーズで1893年に死去した。子供のアーサー・イー・グリメシャー、ルイス・ウェイチ。 グリメシャー、ウィリフリット・グリメシャー、エレイヌ・グリメシャーは画家になった。ありがとうございます。